2つ目こちらになります。じゃんじゃん、ジャッキーチェンになりたかった。はい、じゃあこの辺りを男の子の一度は通る道って感じもしますね。そうですね、みんななりたかったんじゃないですか、中学校高校の時いたいたクラスにも、壁で宙返りしたりとか、友達とこうアクションショー、はい、こう蹴りをやったりとか、休み時間にプロレスをしたりとか、そういうの好きでしたからね。好きだったんですって。で実際高校卒業して運動神経もともとね抜群だったんですよね。まあぐるぐる回ったりとかもできましたからね、もうジャッキーチェンになりたかったですね。あ、もうその自信があったので、本当にアクションスターを目指して高校卒業後上京いたします。はい、はい、あのスタントマンの練習場に自分で調べていって、練習させてくださいと。で、あの高いとこから毎日ぐるぐる回って落ちたり、縦、アクション、アクションですよね、そういうの毎日練習してましたね、マジで。じゃあ本当にちゃんと本格的に勉強してたんですね。もちろんです、もちろん。あのもう本当にプロの現場でやってる人の、そのオフィスを調べて、そこに行って教えてくださいって。で毎日行ってたんですけどね、毎日行ってたんですけど、毎日高いとこから落ちてもひょっとしてこれジャッキーチェンになれないんじゃないのかと、もう20歳ぐらいで気づいたんですね。ああ気づいて、もっと早く気づけよ。いや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 、それでもう多分これジャッキーチェンはちょっと厳しいなと思って、札幌戻ってきましたよね。札幌に戻ってきます一度ね。でもやっぱりジャッキーチェンにはなりたかったんで、この会場とかを探して3回ぐらいアクションショーをやったんですね、でそこそこまあ楽しんでもらえたんですけれども、あのアクションってこういう壊れやすいもの、壊れやすいコップを作ったり、折れやすいテーブルを作ったりするわけですね、でそれを自分で調べてたんですね、でそのうちに手品の種をこう分かるようになった、で例えば刀を飲む人、で瓶を割って食べる人、でそういう手品も会得しちゃったんですね。でそれを見せるうちに、うちでもやってくれ、うちでもやってくれっていうことで、そこから勝手にマジシャンになってしまった。なるつもりはなかったですねここなんですよ、変わってるなと思って、マジシャンになるつもりはおいらなかった。だけどこんなに売れっ子になっちゃった。売れてはいないですけどね、賞まで取っちゃったみたいな。すごいですね。そうですね、手品はやればやったで面白いんですよ。合ってたんですね自分に。ああそうなんですね、でこうちゃんと本格的なパフォーマンスもできるから、そこからこうマジックに行くとなんかつかみのところもできるじゃないですか。そうですね、あのさっきのフロリダ の、あの準優勝の時もそのヌンチャクもやりましたからね。あ、他のマジシャンじゃできないですから。そうなんですって、そういうふうにすごく変わった経緯でマジシャンになって、そのフロリダでも賞を取っちゃうようなマスクド X さんなんですけれども、そうやってフロリダに行った時にもともとジャッキーチェンになりたかった人なんで、アクションの方もあの触れる機会があったんですよね。あのフロリダの帰りにメキシコも寄ったんですね、はい、近いん で、でルチャリブレっていう、あのこっちでいうプロレスっていう意味なんですけどね。ルチャリブレっていうのがプロレス、プロレスっていう意味ですね、向こうでいうスペイン語ですね、でそのルチャリブレを見て、この覆面をキラキラした覆面の人が空中殺法でぐるぐる回ったりして、すごい華やかだったですね、で自分もなんかすごい、あすごい、もう影響されて、あこういう格好でマジックショーしたいなと思って、こんななったですよそれでこういう、そうですよ、メキシコからこれなんですよ。あ、ほんと、こういうマジシャンいなくていいじゃないですか。ああ、そうですね、インパクトあるある、覚えてくれますよね。覚える覚える、へえ、そうなんですね、メリットが多いですよ、そこからね、マスクマンになったんだって。デメリットは、はい、こうトレーニングした状態を見せたいもんですから、袖がない、袖もポケットもない、できるマジック減ります。あ、そうか、ここね必要ですよね。まあ、そうですね、マスクからマスクからいろいろそんなわけでですね、マジックとそれからジャッキーチェンになりたかったその運動能力パフォーマンスを生かしてですね、はい、あのいろんな宴会、パーティー、YouTube を盛り上げてらっしゃるマスクド X さんでございますが、それではこれからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらです、じゃーん。